さあ、あとは、左ラインを引くんですけど、ピローを飛び越えない。こうですか。まずこの入り口の白い波、まっすぐ入ります。左向けてから、戻ります。人はね、十分下見してやってくださーい、ね、あと、左ラインを引くんですけど、ピローを飛び越えない。こうですか。まずこの入り口の白い波、まっすぐ入ります。左向けてから、戻ります。
やっぱりゲージよりちょっと多いよね。やっぱ支流柄入ってるんですよ。かけすぎ、あとかからなすぎのどっちかなんで、ちょっとやります、はい、このぐらいの波だとほとんどかけなくても OK、はい、かけるならパン、はい、パン、パン、これでスクリームします。パキッチして一瞬でいいです。ちょっとブレード見て、瞬間的にかかっていればボートの向きが変わります。フリースタイルでフラットスピン、バックサーフとかできない人のほとんどはブレードがね、こうなってる、これでブレーキかけてるじゃなくて、ブレード垂直、バックバーみたいなね、こんな感じです。ストッピングがちゃんとできないとフリースタイル上手くならないんで、ストッピング練習してくださーい、ね。
に行きます。練習ではないんで、まあ到達点は一緒なんで、卵か鶏かどっちかっていう話なんですけど、フォームを良くしたから上手に動かせるのが、早く上手に動かそうとしてるとフォームが良くなる。この辺から回していきます。